観戦にお越しいただいたり、対談を通して仲良くなったと聞いています。直樹は親しくなると興味を持って自分を出していきます。直樹が亡くなってゆずさんとの対談を読み返し、その中で直樹を感じ、ゆずさんの曲を聴き、歌詞が直樹の言葉、生き方にリンクしていて涙が止まりませんでした。今でもゆずさんの歌を何度も繰り返し聴いています。直樹が倒れた時にすぐにメールをくださいました。生きる舞台は違いますが、それぞれファンに夢を与えるため頑張ってきました。感動とありがとうの気持ちでメモリアルゲームのお話が上がった時に、ぜひ参加していただきたいと思いメールをいたしました。ゆずさんからは本当に直樹を思う、そしてファンを思う気持ちのこもったメールをたくさんいただきました。できることならもう一度直樹に会いたいと思いますが、今日のゆずさんの歌のようにきっと直樹は私たちと皆さんの心の中にいることを信じています。そして今日スタジアムに来ている直樹に歌が届いていると思います。ご登場いただきましょう。ゆずのお二人です。どうも皆さんこんにちは、ゆずです。よろしくお願いします。松田選手とは対談で、何度かお会いさせていただきました。年も近かったというか同じ年です。年も同じ年だったこともあり、家族の話や仕事の話やそれぞれの性格の話、短い時間だったんですが、すごくたくさん話をしました。松田選手は正直でまっすぐで裏表がなくて、男の僕たちから見ても本当に憧れるような男でした。僕たちは言葉よりもやはりミュージシャンなので、歌を歌いたいと思います。この曲を松田選手に、松に捧げたいと思います。聴いてください。会いたい。
ありがとうございます。ゆずのお二人に今一度大きな拍手をお願いいたします。